アウステルリッツの戦いは、1805年12月2日に、オーストリア領モラビアのブルノ近郊の町、アウステルリッツ郊外で、ナポレオン・ボナパルと率いるフランス軍が、ロシア・オーストリア連合軍を破った戦いである。フランス皇帝ナポレオン一世、オーストリア皇帝フランツ一世、ロシア皇帝アレクサンドル一世の3人の皇帝が、参加したことから三帝回戦とも呼ばれる。なお、 実際にはフランツ2世は戦場から離れた場所にいた。1805年、オーストリアはロシア、イギリスなどと第三次大仏大同盟を結成しバイエルンへ進行した。ナポレオン率いるフランス軍はウルムの戦いでオーストリア軍部隊を降伏させ11月13日にウィーンへ入場した。フランツ1世は モラビアへ交代し、アレクサンドル一世とクトゥーゾフの率いるロシア軍と合流した。ナポレオンもドナウ川を渡ってモラビアへ進出し、アウステルリッツ西方へ布陣した。その頃、未だイタリア方面にはカール大公のオーストリア軍部隊がほぼ無傷で残っており、これらの部隊が集結する前にロシアオーストリア連合軍主力を叩く必要があった。そこでナポレオンは、 敵の攻撃を誘うため、罠を仕掛けた。ナポレオンの大冠式から1周年の記念日にあたる1805年12月2日午前8時、ロシアオーストリア連合軍約8万5000は、アウステルリッツ西方のプラツェン高地へ進出し、優勢な兵力を持って、フランス軍への攻撃を開始した。フランス軍は7万3000ッセ勢であった。またその夫人は、 後方との連絡線確保の上で重要な右翼が手薄であった。アレクサンドル一世はこれを後期と見て主力をプラチェン高地からフランス軍右翼へと向かわせた。フランス軍右翼を守るダブーの第三軍団は攻撃に耐えきれずに押し下げられたかに見え、さらに多くの連合軍部隊がフランス軍の人前を横切ってフランス軍右翼へ殺到した。だがナポレオンは 手薄になった連合軍の中央部にニコラジャンドデュースウルトの第四軍団を突入させた。中央を守っていたクトゥーゾフはロシアコノエ軍団を投入しフランス軍と激戦を繰り広げたがベルナドットの第一軍団の援護とナポレオンによるこの絵体の投入によってプラチンコーチの連合軍は突破された。中央突破に成功したスルト軍団はダブー軍団と協力して フランス軍右翼へ殺到していた連合軍部隊を攻撃した。夕刻までに連合軍は1万5千人の死傷者と多数の捕虜を出し、チリジリになって敗走した。12月26日、オーストリアはプレスブルクの和訳を締結してフランスへ屈服し、第三次大仏大同盟は崩壊した。フランス2世は新生ローマ皇帝くらいから退位。 新生ローマ帝国は解体され、ドイツにはライン同盟が成立した。アウステルリッツの戦いと、それまでの戦役は、ヨーロッパ政治の性格を大きく変えた。3ヶ月間で、フランス軍はウィーンを占領し、2カ国の軍隊を打ち破り、オーストリア帝国を屈服させた。アウステルリッツの戦いは10年近くに及ぶ、フランスによるヨーロッパの派遣を容易にしたが、 より直接的な影響は、翌1806年のタイプロイ戦戦役である。1792年に勃発したフランス革命、戦争以降、ヨーロッパは、騒乱状態にあった。戦争5年目の1797年に、フランス共和国は、第一次大仏大同盟を屈服させた。百九十八年に、第二次大仏大同盟が結成されたが、 1801年までにこの同盟も敗退し、イギリスのみが新たに成立したフランス統領政府の敵として残された。1802年にフランスとイギリスはアミアンの和訳を結んだ。この10年間で初めてすべてのヨーロッパ諸国に平和がもたらされたが、両事民へには依然として多くの問題が残されており、和訳の実施は困難だった。 イギリス政府は1793年以降の植民地征服のほとんどを無効にされたことに憤っていた。一方、ナポレオンはイギリス軍がマルタから撤収しないことに腹を立てていた。この緊張状態はナポレオンが配置革命を鎮圧すべく派兵したことでさらに悪化する。1803年、イギリスはフランスに対して宣戦線布告した。 1804年12月に締結されたイギリススウェーデン協定が第三次退仏大同盟の端緒となった。イギリス首相ウィリアム・ピットは1804年から1805年にかけて新たな退仏同盟を結成すべく活発な外交を展開し、1805年4月にロシアとの同盟を成立させた。二度にわたりフランスに敗北を喫し、 復旧を望んでいたオーストリアも8月9日に同盟に加わった。大陸軍の敵弾兵と選抜不評ナポレオンは第三次大仏大同盟が結成されるよりも前にイギリス侵攻軍を編成し北フランスのブローニュに6カ所の野営地を作っていた。ナポレオンはこの軍隊でイギリスを撃破することを考えており彼は イギリス征服を記念するメダルを制作させるほど成功を確信していた。ナポレオンの兵隊がイギリスの土を踏むことはなかったが、彼らはあらゆる作戦に対応できるよう入念かつ重要な訓練を受けていた。兵士の間ではしばしば倦怠気分が引き起こされたが、ナポレオンは頻繁に彼らの元を訪問し、士気を高めるための軍事パレードを模様している。この ブローニュの兵士たちが後に、大陸軍と呼ばれる軍隊の中核となった。当初、このフランス軍は7個軍団からなる、約20万人で、各軍団は36から40門の大砲を有し、他の軍団が来園するまで単独で戦う能力を有していた。1個軍団は、支援なしで、丸1日戦い続けることができ、このことは、すべての戦役において、 大陸軍に計り知れない戦術的選択肢を与えることになる。これらの軍隊に加えて、ナポレオンは2万2000人の予備機兵部隊を創設しており、これは2個強行機兵士団、4個乗馬,馬流機兵士団、1個下馬流機兵士団、1個軽機兵士団からなり、各々が砲24門を装備していた。1805年時点で、 大陸軍は35万人に拡大しており、装備状況は良好で、よく訓練されており、優れた指揮官に引きられていた。ロシア軍系機兵とオーストリア軍不評連隊の兵士1805年時点のロシア軍は、旧体制組織の性格を色濃く残しており、連隊より上には、向上的な編成はなく、 上級将校は主に貴族階層から採用されており、民間は能力によるものではなく、売館によるものであった。ロシア人兵士は、訓練が不足しており、そして頻繁に鞭打たれ、修練を注入するために手荒く扱われていた。加えて、将校の多くは、能力不足であり、戦闘に必要な、複雑な軌道を兵士たちに実行させることは、難しかった。しかしながら、 ロシア軍は優秀な砲兵部隊を有しており、砲兵たちは大砲が敵の手に落ちぬよう常に勇敢に戦った。ロシア軍の兵隊は現地調達と同盟軍のオーストリアによるところが大きく、ロシア軍の補給の7割はオーストリアが提供していた。ロシア軍は、確固とした兵隊組織を書き、その上に補給船が伸びきった状態であり、兵士たちは、 指揮と健康を維持することが難しかった。カール大公は1801年に軍政改革に着手し、宮廷戦争会議から実権を奪った。カール大公はオーストリア軍では最優秀の指揮官であったが、宮廷内では人気がなく、彼の意見に反して退仏海戦が決定された際には影響力を失っていた。代わって、 カールマック中将が新たな総司令官となった。戦争の直前に彼は連隊の編成をこれまでの6個中隊からなる大隊が3個から4個中隊からなる大隊4個に改変させた。この突然の改変に対応する主官の訓練は全く行われておらず、この結果新編成の部隊は以前と同様の指揮統率をすることができなくなっていた。 オーストリア騎兵はヨーロッパ裁量とみなされていたが、騎兵部隊は多数の不評部隊に分権されており、集中運用されたフランス騎兵に比して、その有効性を現じていた。ナポレオンは、ウルムで、マック中将のオーストリア軍の降伏を受け入れた。シャルルテブナンが、1805年8月、ナポレオンは新たに現れた、オーストリア及び、 ロシアの脅威に対処すべく、軍の目標をイギリス海峡からライン側へ振り返った。9月10日にオーストリア軍がフランスの同盟国であるバイエルンに侵攻した。これに対してナポレオンは元老院においてバイエルン救援を宣言する。約20万のフランス軍が隠密かつ迅速な抗軍でライン側を溶かした。マック中将は、 オーストリア軍の主力をシュワーベンのウルム要塞に集結させていた。ナポレオンは敵を欺くため一旦北へ軍を向けさせ、その後、大陸軍各軍団は南へ旋回して、ダニューブ川への強行軍を観光し、フランス軍をオーストリア軍の背後に回り込ませた。この強行軍の成功により、ウルムに籠城していた、マックのオーストリア軍2万3000は10月20日に、 降伏を余儀なくされた。ナポレオンは、皇后ジョゼフィーヌに宛てた手紙で、ここまでの戦役で、オーストリア兵6万を捕虜にしたと述べている。この大勝利は、翌日に発生した、トラファルガーの海戦での大敗によって、水を刺されたが、陸上での勝利は続き、11月には、フランス軍は、ウィーンを占領して、マスケット銃10万丁、大砲500ものし、 さらにドナウ川に架かる橋を無傷で手に入れた。一方、ロシア軍の到着は遅れ、オーストリア軍救援に失敗した。このため、ロシア軍は北東へ退却して、増援を待ち、その上で、オーストリア軍の残存兵力と合流することにした。ロシア皇帝アレクサンドル・ウィッセイは、ミハイル・クトゥーゾフ大将を、ロシア・オーストリア連合軍の総司令官に任命した。 1805年9月9日にクトゥーゾフは情報収集のため戦場へと赴いた。彼はオーストリア皇帝や帝臣たちと作戦計画や補給関連の協議を持った。クトゥーゾフの圧力によりオーストリアは軍需品や武器を適時かつ十分に提供することに同意させられた。また彼はオーストリア軍の防衛計画の欠陥を指摘して非常に 共状主義的であると評した。さらに彼は、最近までナポレオンに、統治されていた土地の併合にも、住民の信頼を失う危険があるとして、反対していた。しかしながら、クトゥーゾフの提案の多くは、拒否されてしまう。1805年オーストリア戦役関係地図、フランス軍は追撃したが、すぐに自らが困難な状況にあることに気づいた。プロイセンの意図は、 不明確ではあるが、おそらくは敵対的であり、ロシア軍とオーストリア軍はすでに合流しており、そしてイタリアを守っていたカール大公、ヨハン大公のオーストリア軍9万が未だ健在であり、皇帝を救援すべく北上していた。これに加えて、フランス軍の後方連絡線は極端に長くなっており、これを維持するために多数の守備兵を必要とした。ナポレオンは、 ウルムでの勝利を確固たるものとする唯一の手段は、連合軍に決戦を敷いて撃破することであると確信していた。一方のロシア軍では、総司令官クトゥーゾフは、自殺的なオーストリア軍の防御計画に固執することなく、退却を決意していた。彼は、ピョートル・バグラチオン中将に、兵600を率いて、ウィーンのフランス軍を牽制するよう命じ、 フランス軍のミュラ元帥と停戦交渉をして撤退の時間稼ぎをした。ナポレオンはすぐにミュラの失敗に気づき彼に迅速な追撃を命じたがこの時にはすでに連合軍はオレミュッツにまで退却していた。クトゥーゾフの計画では連合軍はカルパティア地方にまで退却することになっておりガリツヤで私はフランス軍を葬ると語っている。だが ナポレオンはこの事態を座視はしなかった。彼は連合軍を誘い出すために心理的な罠を仕掛けた。開戦前の数日間、ナポレオンは自軍が球場にあり交渉による和平を望んでいるとの印象を連合軍に与えた。スールト元帥、ランヌ元帥そしてミュラ元帥の部隊を含む、 約5万3000人のフランス軍がアウステルリッツとオルミュッツを結ぶ街道に布陣しており、敵軍の注意を引いていた。連合軍の兵力は8万9000人であり、数で圧倒しており、劣勢なフランス軍を攻撃する誘惑に駆られていた。だが、連合軍は気づいていなかったが、ベルナドット元水、モルティエ元水そしてダブ元水の部隊が、来援可能な距離にまで到着しており、 さらに必要ならば、ウィーニやイフラバの中流部隊を強行軍によって呼び寄せることも可能だった。これによって、フランス軍の兵力は7万5千になり、数的劣勢を補うことができる。策略はこれにとどまらなかった。11月25日、サバリ将軍をオルミュッツの連合軍本営へ派遣して、連合軍の状況を秘密裏に調べさせるとともに、 戦闘を避けたい胸のナポレオンの伝言を伝えさせた。想定通りに、この伝言は、ナポレオンの弱気とみなされた。27日に、フランツ一世が休戦を申し出るとナポレオンはこの、受け入れに非常に乗り気な態度を示した。同日、ナポレオンは、スールトニアウステルリッツ及びプラッツェンコーチからの、撤退と、退却に際して混乱している様子を作り出すよう、命じた。 これによって、連合軍はこの高地を占拠することになる。翌28日、ナポレオンは、アレクサンドル一世との会見を申し出て、ロシア皇帝の側近である、ドルゴローキー伯爵の訪問を受け入れた。伯爵との会見は次の段階の策略だった。ナポレオンは敵に対して意図的に憂慮や、焦燥の態度を見せ、ドルゴローキーはこの様子を、フランス軍の弱さの証拠として、 ロシア皇帝に報告した。策略は成功した。ロシア皇帝の側近や、オーストリア軍参謀長、フランツ・フォン・アイロッテル少将を含む、連合軍意識官の多くが即時攻撃を指示し、アレクサンドル一世の意志を返させた。クトゥーゾフの意見は却下され、ここに連合軍は、ナポレオンの仕掛けた罠にはまることとなった。海戦に際してナポレオンは、兵7万3千。 法139門を集めたが、このうち、ダブ元帥の兵7000は未だウィーンからの後軍途場にあった。連合軍の総兵力は、約84,500、法278門であり、このうちの7割が、ロシア兵である。フランス軍は、兵数では劣勢であった。当初、ナポレオンは勝利への完全な自信はなかった。外務大臣タレーランへの手紙で、 皇后ジョゼフィーヌを不安にさせたくないので、来たる海戦については誰にも言わないよう依頼している。歴史学者フレデリック・シー・シュナイドは、ナポレオンの関心は、ジョゼフィーヌの平成ではなく、フランス軍が敗れた時に、彼女にどう言い訳するかであったと述べている。海戦は、ブルーンから南西9 7トルの地点、アウステルリッツとの間で行われた。戦場の北部は、 標高210メートルのザソトン丘陵と、標高260メートルのズラン高地に占められており、これらの丘陵からオルミュッツブリューン街道を望むことができた。これらの丘陵の西側には、ベローイッツ村があり、マニ・ボズニッツ川が流れ、南でゴルトバッハ川と合流しており、後者の川は、コベルニッツ村、ソコルニッツ村、そして、テルニッツ村にまたがって流れている。 戦場の中央部はプラッツェン高地で、標高11から12メートルの緩やかな丘陵である。ナポレオンは元帥たちに繰り返しこう語っている。諸君、この土地を念入りに調べておけ。ここが戦場となる。君たちはここで戦うのだ。現在のスラフコフ・ブルナの風景1805年12月1日時点の、夫人。フランス軍。 連合軍12月1日に開かれた連合軍の作戦会議では連合軍指揮官の多くが快適して南側面を制圧しウィーンとの連絡線を遮断する作戦を提案したロシア皇帝とその側近たちは攻撃を主張していたがオーストリア皇帝はやや慎重であり彼は連合軍総司令官であるクトゥーゾフの助言を受けていただが ロシア貴族やオーストリア軍指揮官たちの攻撃論は強硬であり、最終的に連合軍は、オーストリア軍参謀長ワイロッテルの作戦案を採用した。この作戦案では、フランス軍右翼に対する攻撃を主攻とし、この意図を隠すために、敵軍左翼に助行を仕掛けることになっていた。連合軍は、戦力の大部分を4つの渋滞に編成させており、 クトゥーゾフとブクスホーデンが指揮する、これらの渋滞が、フランス軍右翼を攻撃、コンスタンツ大港のロシア軍、このエ軍は、予備戦力とされ、バグラチオン中将が右翼を守ることになった。その上、ロシア皇帝は、総司令官の権限をクトゥーゾフから奪い、オーストリア軍のワイロッテル少将に委ねてしまった。海戦ではクトゥーゾフは、連合軍第四渋滞を率いるのみとなったが、 ロシア皇帝は、自らが選んだ作戦が失敗した、際の責任を恐れて、クトゥーゾフを、名目上の総司令官職に止めている。ナポレオンは、連合軍からの攻撃を望んでおり、このため彼は、意図的に右翼を弱体化させている。11月28日、本営で、ナポレオンと元帥たちとが会見した際に、元帥たちは来たる戦いへの懸念を表明した。 彼らは撤退さえ進言したが、ナポレオンは部下たちの不安に対して肩をすくめる、だけだった。フランス軍とウィーンとの連絡線を立つべく、連合軍は、フランス軍右翼に対して、戦力を集中させるとナポレオンは予想していた。その結果、連合軍中央部の側面がさらされ弱体化する。彼らにそうさせるべく、ナポレオンは金曜地形である、プラッツェンコーチの放棄までし、 自軍の弱体化を装い、さらには彼自身の焦燥した様子を敵に見せた。その一方でナポレオンは主力部隊を高地から視覚になる場所に隠させている。作戦計画ではフランス軍はプラッツェン高地を奪回し、この高地から連合軍主力に対して決定的な攻撃を仕掛けて混乱させ背面から包囲することになっていた。海戦前夜のナポレオンと兵士。 ルイ・フランソワが、連合軍中央部に対する主攻性は、スールト元帥率いる第四軍団の兵1万6000によって行われる。第四軍団の位置は深い霧に覆われており、この霧がいつまで続くかが、ナポレオンの作戦にとって極めて重要であった。霧が早く晴れれば、スールトの部隊が暴露されてしまう。だが、霧があまりに長く残れば、 連合軍がプラッツェンコーチから離れたか否か分からず、攻撃のタイミングを適切に判断できなくなる。その一方で、弱い右翼を補強するために、ナポレオンは、ウィーンにいる、ダブ元帥の第三軍団に強行軍を命じ、連合軍主力からの猛攻を耐えねばならない、フランス軍南方面を守備する、ルグランシュダン将軍の部隊との合流を図らせた。 ダブーの部隊は 110km を48時間、行軍せねばならなかった。彼らの到着には、作戦の成否がかかっていた。実際、ナポレオンの夫人では、右翼は、非常に危険なほど過小な兵力が守備について、いるだけだった。しかしながら、ナポレオンが、このように危険な策を取った理由は二つあり、一つは、第三軍団司令官のダブーは、配下の中でも、 最良の原水だったこと。もう一つは、右翼は、河川と故障が入り混じった、複雑な地形だったことである。さらに、フランス軍はすでに、ブリュン方面への第二の対脚路を新設していた。皇帝コノエ隊とベルナドット原水の第一軍団は、予備兵力とされ、ランヌ原水の第五軍団が新設された、連絡船を守る戦場北方面の守備に当てられた。 1805年12月1日、連合軍がナポレオンの想定通りに南方へ移動し始めるに従い、フランス軍はハイビーチに布陣した。海戦ゼニア、ナポレオンが少数の護衛と共に前線の視察に出ると兵士たちが皇帝であると気づき、すぐに兵士たちは皇帝万歳、お叫び松明に火を灯して大会に一周年を祝った。 連合軍の司令官や兵士たちはこの様子を見て撤退の準備であると信じた。アウステルリッツのナポレオン・シャルル・ベルネ及びジャック・フランソワ・ゼーバ派が戦いは12月2日午前8時に連合軍第1渋隊によるテルニッツ村攻撃で始まった。この村はフランス軍第3戦列不評連隊が守っていた。ここでは激しい戦闘が繰り広げられ、 数字にわたる連合軍の突撃によってフランス軍は村から追い払われゴルトバッハ側への交代を余儀なくされたこの時ダブル元帥の最初の部隊が戦場に到着しテルニッツ村を脱回したが彼らもまた連合軍表記兵からの攻撃を受けて村の放棄を余儀なくされたテルニッツ村郊外からの連合軍の別の攻撃はフランス軍砲兵によって阻止されている 連合軍渋滞はフランス軍右翼へと殺到し始めたが期待された速さではなくフランス軍はほとんどの場所で防御に成功している実際に連合軍の展開は過ちを犯しており戦機をも失していた例えば連合軍左翼に婦陣していたリヒテンシュタイン公の近平渋滞が右翼へ配置されることになり配備地点へと移動する際に フランス軍右翼攻撃に向かっていた第二重隊の不評部隊の中に飛び込んでしまい、進軍を遅らせている。この時、指揮官たちは最悪と考えたが、後に、これが連合軍を助けることになる。一方、第二重隊戦法は、フランス軍第26戦列不評連隊と狙撃兵部隊が、守るソコルニッツ村を攻撃した。 連合軍の最初の攻撃は失敗するが、ランジュロン中将が村への砲撃を命じた。この猛砲撃によって、フランス兵は村からの撤退を余儀なくされ、連合軍第3重隊はソコルニッツ城を攻撃する。フランス軍は反撃をして村を脱回するも、再び退却を余儀なくされる。この区域の戦闘は、第3軍団のフリアンシ団が村を脱回する。 ことにより一時的に収まった。テルニッツ村とソコルニッツ村は、おそらくこの海戦最大の激戦区であり、この日は、幾度も主を変えている。連合軍が、フランス軍右翼を攻撃している間、クトゥーゾフの第四位渋滞はプラッツェン高地に止まり動かなかった。ナポレオンと同じく、クトゥーゾフはプラッツェン高地の重要性を認識しており、この場所を守る決意をしていた。 だが、若いロシア皇帝の意思は異なり、クトゥーゾフに、高地からの移動を厳命し、これが、連合軍を市地へと追いやることになる。第四軍団のサンティレール師団とバンダム師団による、連合軍中央部攻撃によって、連合軍は分断され、フランス軍は、海戦を決する最重要の位置を手に入れた。午前8時45分頃、敵軍中央部が、 手薄になったと確認したナポレオンが、スールト元帥に対して部隊が、高地に到達するために必要な時間を尋ねると彼は、20分以内です。陛下と答えた。その15分後、ナポレオンは攻撃命令を下し、ただ一撃で、この戦争は終わると付け加えた。中央部攻撃を担当する部隊は、スールト元帥の第4軍団に所属する。 サンティレール師団将軍とバンダム師団将軍が指揮するニコ師団である。深い霧がサンティレール師団の前進を覆い隠したが、彼らが斜面を登っていると霧が晴れて太陽が浮き上がり、前進する兵たちを奮起させた。このエピソードはアウステルリッツの太陽として知られる。丘の上のロシア兵と指揮官たちは、多数のフランス兵が彼らに向かって進撃している。 姿を見て驚愕した。ここで、フランス軍右翼への兵力移動が遅滞していたことが、幸いし、連合軍指揮官は、第四渋隊の一部を高地争奪戦に投入できた。だが、一時間を超える、戦闘の後、この部隊のほとんどが壊滅してしまう。第二渋隊の兵士もまたこの戦闘に投入されて、兵力が膨れ上がり、フランス軍に後退を敷いた。 だが死に物狂いになった、サンティレールの兵士たちは再度猛攻撃を仕掛け、銃剣突撃により、連合軍を丘から撃退した。ロシア兵とフランス兵との軍機争奪戦。ビクトール・マズル・オーボスキーが北側では、バンダム師団が、シュターレビノフラディと呼ばれる地区で攻撃を行い、優れた、勝負対戦術と、 痛列な一斉射撃により、いくつかの連合軍大隊を撃破している。クトゥーゾフは、左翼軍司令のブクスホーデンに、主力部隊を中央部へ差し向けるよう要請したが、ブクスホーデンは、事態の重要性を未だに理解できておらず、拒絶してしまう。戦いは、フランス軍優勢に転じたが、まだ終わってはいなかった。ナポレオンは、 ベルナドット元帥の第一軍団にバンダム師団の左翼を支援するよう命じ、自らの本営をズランコーチからブラッツェンコーチの西安とニュース礼拝堂へ進めた。危機的状況を受け、ロシア皇帝はロシアコノエ軍の投入を決意した。ロシア皇帝の弟であるコンスタンチン大公がこの駅兵を率いてバンダム師団に反撃を行い、 この戦いにおいて唯一フランス軍機を奪い取った。ナポレオンは自軍の苦戦を見て新英重機兵隊に前進を命じた。フランス軍新英重機兵隊がロシア軍、この駅兵隊に突進したが、両軍とも多数の騎兵を送り込んだため決着はつかなかった。ロシア軍が数的には優勢だったが、ほどなくドリューエ師団が参戦したため流れが変わった。 ドルーエ師団が側面に展開して、騎兵隊を退避させた。この絵隊の騎馬砲兵が、ロシア軍騎兵やフュージリアに多数の損害を与えた。ナポレオンは止めを刺すべく、この絵的弾兵とマムルーク兵を投入する。再起したフランス騎兵から400メートルにわたる追撃を受けて、ロシア近衛兵は撃破され、多数の戦死者を出した。 犠牲者には重傷をったクトゥーゾフと戦死した彼の娘婿のティーゼンハウゼン白尺も含まれる。午後2時までに連合軍は致命的に分断された。ナポレオンは両翼いずれをも選択できた。敵軍右翼はすでに相当されたか後退中であった。ため、ナポレオンは左翼攻撃を決めた。戦場の北側でも激戦が繰り広げられていた。ようやく配置位置に到着した。 リヒテンシュタイン港の重機兵隊が、ケレルマン系騎兵士団に攻撃を始めた。戦闘は当初フランス軍優勢であったが、ロシア兵の数が非常に多いと分かり、カファレリ師団の援護下に交代している。カファレリ師団が、ロシア軍の攻撃を食い止めたため、ミューラ元水は2個強行騎兵士団を投入させ、ロシア騎兵の撃退に成功した。 混戦が激しくそして長く続いたが、最終的にフランス軍が打ち勝った。ランヌ元帥の第五軍団がバグラチオンの部隊に対して攻撃をし、熾烈な戦いの末に、この熟練したロシア軍司令官を戦場から交代させた。ランヌは追撃を求めたが、この地区の戦闘揮を担当するミュラは反対した。 ナポレオンの焦点は未だ両軍の間で戦闘が続いている戦場南端のソコルニッツ村とテルニッツ村へと移された。サンティレール師団と第三軍団の一部による二方向からの効果的な攻撃によってソコルニッツ村の連合軍は蹴散らされ、この方面の連合軍二個渋滞の司令官金マイアー中将とランジュロン中将に早急な撤退を決意させた。 この時、泥酔していた、連合軍最翼司令官、ブクス法電大将もまた逃げ出した。キンマイヤーとオライリー系騎兵部隊が殿を務め、襲いかかる6個フランス騎兵連隊の内五個までを撃退する奮戦をした後に撤退した。パニックが、連合軍全体に広がり、持ち場を離れて改装し始めた。有名かつ生産なエピソードは、この配送に際して起こった。 フランス軍に敗れ、ウィーン方向へと逃れようとしたロシア兵が凍結した、ザッチャン池を渡っていた。フランス砲兵が彼らを砲撃すると氷が割れ、ロシア兵たちと大砲数十門が冷たい池に落ちた。犠牲者数は資料によって異なり、少ないもので100人程度であり、多いものでは1万人以上になっている。大陸軍戦闘商法はこの事件で2万人が、 歴史したと誇張して報告しており、ロシア皇帝は、この破滅的な大敗の言い訳としてこの見積もりを、黙認した。溺れたロシア兵の多くが、勝者となったフランス兵によって救助されている。しばらく後に公になった現地の地方判人の記録によると、この大惨事に関するナポレオンの記録は、全くの創作ということになる。開戦の数日後、 皇帝の命令により池の水が排水させられたが、池の底からはわずか2から3体の死体と150頭の馬の死体が発見されただけだった。連合軍の死傷者は1万5千人に上った。フランス軍の死傷者は8233人である。加えて、連合軍は大砲180門と軍機50本を失っている。この大勝利の方は前日まで、 財政破綻の危機に動揺していたパリに大きな歓喜と興奮状態をもたらした。ナポレオンは皇后ジョゼフィーヌに対し、私は二人の皇帝に引きられたオーストリアロシア軍を叩きのめした。私は少しばかり疲れたあなたを抱きしめたいと書き送っている。一方、皇帝アレクサンドル一世は我々は巨人の前の赤子だったと嘆いている。 開戦後のナポレオンとフランツ一世との会見。アントワーヌ・ジャングロが12月4日、オーストリア皇帝フランツ一世は、ナポレオンと会見して、和平を求めた。この22日後にプレスブルクの和訳が締結され、オーストリアは、戦争から脱落した。オーストリアは、カンポ・フォルミオ条約とリューナビルの和訳での領土の、フランスへの割譲を再確認して5000万フランもの、 賠償金を課せられ、加えて、ナポレオンの同盟国であったバイエルン、ビュルテンベルクそしてバーデンに、領土の割譲を強いられ、また、ナポレオンの衛星国である、イタリア王国へ、ベネツィア、イストリア、ダルマチアを譲渡せねばならなかった。これらの条項は過酷ではあったが、オーストリアにとって破滅的なものではなかったのも確かで、ある。ロシア軍は祖国への撤退を許され、 フランス軍は南ドイツに駐屯した。翌1806年1月にイギリス首相ウィリアム・ピットが急死し、第三次大仏大同盟は瓦解した。アウステルリッツの勝利によって、フランスと中央との干渉地帯としてのライン同盟が成立する。1806年、神聖ローマ皇帝フランツ二世は、 大意を表明し、オーストリア皇帝フランス一世の称号のみを止めた。これらの成果は、ヨーロッパ大陸に、恒久的な平和をもたらしはしなかった。プロイセンは、中央へのフランスの影響力慎重を警戒し、翌1806年に第四次大仏、大同盟戦争を引き起こすことになる。開戦後、ナポレオンは兵士たちを称える演説を行った。兵士たちよ、 私は諸君に満足している。諸君はアウステルリッツの戦いにおいて私が諸君の勇敢にかけた期待を裏切らなかった。諸君は諸君の軍旗を不滅の栄光によって飾った。ロシア皇帝とオーストリア皇帝の指揮する10万の軍は4時間足らずして分断され死産させられた。諸君の放火を免れた者も湖に溺れて死んだ。 ロシアのこの絵体の四十本の軍機、百二十門の大砲、二十人の将軍、三万以上の捕虜が永久に栄光に輝く、この日の戦果である。諸君にはもはや恐れるべき敵はいない。兵士たちよ、我々の祖国の幸福と繁栄のために必要なことが、なされた時には、私は諸君をフランスへ返すであろう。国民は諸君の帰還を喜ぶであろう。 そして諸君は、アウステルリッツの戦いに加わっていたと言いさえすれば、こういう答えを受けるであろう。ああ、この人は勇士だ。と。ナポレオンは、上級将校に200万フラン、兵士には、おのおの200フランを貸しし、戦死した兵士の未亡人たちには、多額の年金が与えられた。孤児となった子供たちはナポレオン代表士とし、先例名、または加盟に。 ナポレオンを称することを許した。一方で、彼は、このような大勝利の後では通例である、司令官たちの助釈を行っていない。ナポレオンはアウステルリッツはあくまでも彼個人の勝利であり、他人を昇進させるべきものではないと考えていたためであろう。パリ市内のバンドーム広場に立つコラムは、アウステルリッツの戦いで露覚した大砲を追ぶして、制作された。 このコラムは、ナポレオンの没落後のフランスの国内情勢の変遷により論争の対象になり、頂上のナポレオン立像を取り除かれたり、パリコミューンの際には倒されたこともあった。コラムは、パリコミューン崩壊後に再建され、現在の姿で残っている。また、アウステルリッツの戦勝を記念して1806年に、エトアール外戦門の建設が決められた。パリには、 この海戦に由来するオステルリッツ駅がある。古戦場であるチェコのスラフコフ・ブルナには平和記念碑や戦績碑がある。海戦200周年となる2005年には同市で記念式典が開かれたが、フランス国内でナポレオンの歴史的評価をめぐる口述の論争が引き起こされ、大統領や首相は出席せず、ミシェル・アリオマリー国防大臣のみが出席した。 この街では毎年アウステルリッツの戦いを再現するイベントが催されている。オランダのユトレヒトにはアウステルリッツのピラミッドと呼ばれる記念碑がある。これはオランダに駐屯していたオーギュスト・マルモン将軍が1804年に気づかせたものでエジプト・シリア戦役の際に目にしたピラミッドをモチーフにしている。もともとはアウステルリッツの戦いとは関係のない 建築物だったが、1806年に、オランダ王となった、ナポレオンの弟、ルイ・ボナパルトが、兄の戦勝を記念して命名したものである。ルイ・ボナパルトはさらに、ユトレヒト近郊の街をアウステルリッツと命名している。戦争と平和初版本表紙アウステルリッツの戦いは、レフトルストイの小説、戦争と平和のストーリーの重要なイベントとなっている。この回戦は、 フランス人の粗雑な論理や傲慢さに対して、ロシア人の価値観や、長続的な伝統そして素朴さを商用する役割を果たすエピソードとなっている。海戦が始まろうとしていた時、主要登場人物であるアンドレイコーは、来たる日が彼にとってのトゥーロン、または、アルコラになるのだろうかと思いを巡らせている。アンドレイコーは栄光を望み、私は先頭に立って進み、 私の前に来るものすべてを一掃してやると決意した。だが、戦闘後に彼は、敵の捕虜になり、彼にとっての英雄であるナポレオンと出会う。そして、それ以前の浸水は打ち砕かれ、彼はもうナポレオンについて考えなくなる。つまらない、虚栄心や勝利への喜びを称えた英雄の姿は、彼が見た高く、高潔で、寛大な空に比べて、ひどくちっぽけなものに見えた。 トルストイはアウステルリッツの戦いをロシア人の最初の試練として描いている。兵士たちが栄光や報酬のために戦うという過ちを犯したためこの戦いに敗れた。トルストイは1812年のナポレオンによるロシア遠征のボロジノの戦いの際により崇高な価値が生み出されたとしている。ナポレオンは連合軍撃滅に関して その望みを完全に達成したわけはなかったが、歴史家や信奉者たちは、当初の作戦により、十分な勝利を得たと考えてきた。このため、アウステルリッツの戦いは、館内の戦いやブレンハイムの戦いといったその他の、戦術的大勝利と、しばしば被験される。幾人かの歴史家たちは、 アウステルリッツの戦いで対勝しすぎたため、ナポレオンは現実感覚を失ってしまい、この戦い以降、フランス外交はナポレオンの使用物と化したと指摘している。フランス史においてこの戦いは偉大な勝利と認識されており、第一艇性に対する同型が高まった19世紀に、この戦いは警護され、同時代の詩人ビクトル・ユーゴは、 深い施策の中で、アウステルリッツへ向けた大砲の轟音が鳴り響くと、描写している。しかしながら、2005年の開戦200周年に際しては、ジャック・シラク大統領、または、トミニク・ガルゾード・ビルパン首相が、記念式典に出席すべきか否かをめぐって論争が、起こっている。一方、フランス海外意見の住民の一部はナポレオンは、 植民地での虐殺に関与したとみなしており、アウステルリッツの戦いは祝われるべきではないと主張し、ナポレオンを公的に祝賀する式典に反対した。ありがとうございます。